1932年の2月29日、4人のドイツ人パイロットが世界中を旅しました。目的は航空業界の企業と市場を見つけ、有益なビジネス関係を築くこと。彼らは水陸両用の小型飛行機を使用し、楽しい冒険に出発。それがまさか悪夢になるなんて誰も思っていませんでした。メンバーはパイロットのハンズ・バートラム、副操縦士のトム、整備士のアドルフ・クラウスマン、そしてカメラマンのアレクサンダー・ボン・ラゴリオ。ラゴリオは旅を撮影し映画を作る予定でした。飛び立って最初の10週間は全て順調。彼らはイタリアからインドネシアまでと世界のほぼ半分を飛行し、4人はジャカルタで一旦別れ、上海で落ち合う予定でした。パイロットのバートラムと整備士のクラウスマンは飛行機の中に残り、5月13日にオランダの東インド諸島の海軍飛行場で飛行機のエンジンを交換し、翌日クパンに燃料補給のため着陸しました。試練に立ち向かう前、馴染みのある景色を見るのはこれが最後でした。バートラムとクラウスマンが向かった先はオーストラリア。2人は6時間で 830km 移動する計画をしていましたが、その日は一生忘れることのない夜になりました。深夜、飛行機はチモール海の上空を飛行しており、夜明けに着陸する予定でしたが、目の前に雲が集まり、飛行機は真っ黒な荒れ狂う嵐の方へと飛ばされました。雷、大雨、そして強風はパイロットの計画を狂わせ、こんな天候の中の飛行は不可能だと考えたバートラムはすぐに着陸を決心しました。彼らが着陸したのは目的地から数百キロも離れた西オーストラリアの北部地域。二人はあらゆる種類の最新のナビゲーション機器を持っていましたが、迷子になってしまいました。というのも、位置情報の正確な座標を計算するとき、間違ってしまったんです。およそ 370km 外れていました。彼らは最初の夜を密集した森の中で過ごしました。緊急着陸をしたため、正確な位置がわからない状態。しかし、二人とも旅に慣れており、飛行機には少しの燃料が残っていたため、慌てずその日は休むことにしました。そして次の瞬間、二人は枝が折れる音を聞きました。草むらから出てきたのは、地元のバランガラ部族の原住民。彼はまさか人に会うなんて思ってもいませんでした。二人はお互いを見て何かを話しましたが、理解ができませんでした。原住民の男は去り、彼らは夜明けを待つことにしました。朝になり、二人はダーウィンの町の方まで飛ぶことにしました。しかし、離陸してすぐ燃料を使い果たしてしまったんです。ダーウィンはどこにも見えません。仕方なく別の湾に緊急着陸し、さすがに二人は心配し始めました。燃料、食べ物、水もない。加えて、どこにいるのかもわからない。唯一できることは、最初に着陸した場所に戻ること。原住民の男を探し、助けを求めようと思いました。数日間が過ぎ、二人は空腹と喉の渇き、そして耐え難い熱に襲われました。状況がこれ以上悪化することはない。そう思っていましたが、試練はまだまだ残っていました。一歩踏み出すたびに力がなくなり、さらには野生のハエの群れに遭遇してしまいました。しかも、攻撃的で大量のハエ。噛まれそうになったバートラムとクラウスマンは走り、身を隠し、安全に目的地に着くには、泳ぐしか他に方法はありませんでした。水の中に飛び込み、なんとか虫から逃げ切った二人。しかし、次に待ち受けていたのはワニでした。今度はこの恐ろしい捕食者から脱出。生き残るために戦っている間、二人は洋服と靴を失ってしまいました。なんとか水から出られたと思いきや、今度は空腹の蚊に襲われました。そしてその時に気づいたんです。原住民の男の居場所がわからない。でも、どこに飛行機を残したのかはわかる。飛行機のラジエーターに水が入っていることを思い出し、二人は力を振り絞りました。飛行機まで戻ることにしたんです。13日目に彼らは飛行機を見つけました。ラジエーターを取り出し、溜まっていた水をすべて飲み干しました。そして次は何をするべきなのかを考えました。結果、水の上を移動し旅を続けることにしたんです。飛行機には2つの水蒸気フロートが備え付けられていたため、1つを下ろしカヌーに変えました。バートラムとクラウスマンは西に航行しました。幸い、水はとても穏やか。必死に漕ぎ、人を見つけることができることを願いました。しかし、どこにいるのかわからなかったため、間違った方向に進んでいたんです。彼らは船に気がつきました。これで助かる。船はたった450メートルしか離れていませんでした。バートラムとクラウスマンは叫び、手を振り、水を打ちましたが、残念ながら気づいてもらえず、船はゆっくり離れていきました。次の4日間は水の上で過ごした2人。そしてついに岸に到着。彼らはメルビル島にいると思い、船を降り文明を探しに行きましたが、そこで見つかったのはさらなる熱、虫、そして森。結局船に戻りました。しかし、その船も傷ついていたため、一部を切り離さなければなりませんでした。数キロ漕いだところで海岸に戻らざるを得ませんでした。再びバートラムとクラウスマンはどうすればいいのかわからなくなりました。結局、悪天候と太陽から逃れるために岩の下に隠れました。気づけば嵐によって緊急着陸した時から39日間が経っていました。希望なんてもうない。そう思い始めていた時、地元の原住民の部族が彼らを見つけました。二人を助け、食べ物と水を与えました。そして1週間後、救急隊が到着しました。約60人もの人々が行方不明になった旅行者たちを探していました。なんと捜索チームは2人と全く同じルートをたどっていたんです。彼らは飛行機とバートラムのハンカチを見つけ、もしバートラムとクラウスマンがもう少しだけ長く飛行機に残っていれば、2人はもっと早く救出されたはずでした。39日間、バートラムとクラウスマンは暑い森の中でなんとか生き残りました。まさに悪夢ですが、とあるオーストラリア人の男性は意図的に全く同じ経験を繰り返しました。彼は2017年にバートラムとクラウスマンが上陸した同じ場所に向かい、1932年に2人が歩いた道を歩き、船に乗りました。もちろん、食べ物と水を持たずに、持った装備も当時と同じ。2人と同じように生き残ることができると自分に証明したかったんです。そして彼は生き残り、旅をカメラで記録し、ドキュメンタリーを制作しました。今日何か新しいことを学べたと思ったら、動画の高評価、お友達への共有をお願いします。他のおすすめ動画もぜひチェックしてくださいね。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。